ローガン・アレクサンダー・ポールはアメリカ合衆国オハイオ州生まれのインターネットセレブリティ。ポールの動画の多くはスタントや公共の場でのいたずらの要素がある。ブランドの広告にも出演。弟のジェイク・ポールもインターネットセレブリティとして知られている。年収14億円相当と言われる。フォーブスによればポールは Facebook 投稿1回で15万ドルを稼ぐ。 ポールは弟のジェイクと共に中学校時代から趣味で YouTube 動画制作をしていた。オハイオ在住時にポールはバインニーブ動画を投稿し、90万人以上のフォロワーを得た。ジョイになるためオハイオ大学を中退してロサンゼルスに拠点を移し、後に YouTube や Facebook へのコメディ動画投稿に注力した。ポールは YouTube が資金を提供する番組に出演し、 ポールの動画は、有料番組配信サービス YouTube Red プログラムにも含められていたが、2017年12月末に、日本の青木家原で、撮影した死体の動画に、避難が集中、講述、し、広告ラインアップ Google プリファードから除名された。FOX 放送の2017年 Teen Choice Award ウェブス w e コメディウェブスとハイアトゥーバー受賞。青木家原、自殺死体動画。 騒動ポールは知人がとともに来日し、2017年12月末に青木家原を散策し、男性の死体を発見。それらの様子の一部始終を撮影しており、死体にモザイクをかけて12月31日、YouTube にアップロードした。また、動画の中でポールと一行はすぐに警察に通報し、遺体の様子にショックを受ける反面、この動画を、これは、 YouTube の歴史に残る瞬間になる、としたり、冗談を言い合う場面も見られた。この動画は YouTube で何百万人もの視聴者が見ることになり、ポールに対する批判も殺到。動画は即座に削除された。俳優のアーロン・ポールは、気分が悪い。多くの若い人が、お前を尊敬しているなんて信じられない。中略、お前は、完全にゴミクズだ、と、ポールを強く批判。 ピューディーパイやフィリップでフランコといった他のヤトゥーバーたちからも、本件でのポールの態度が不謹慎であるとされ、また、日本で行った数々のいたずら行為を撮影した動画も、また批判の対象となったポールは、その後、謝罪文や謝罪動画をアップロードした場合。